自己奏者木村春代のタイニーめっちゃ狭い適当キッチン、インドの一番高級なお米バスマティーライスを炊きます。バスマティーライス、洗ってあります。これを沸騰したお湯の中に入れます。炊くっていうか茹でるって感じ。こんないっぱい買ってしまいました。このサリーは、初めてインドに行った時にちょっと奮発して買ったやつです。本当にサリーもピンキリで、日本円で数百円で買えるものからピンは本当に何十万円の全部刺繍とか素晴らしい手工芸のものがたくさんあります。サリーって 6メートルの1枚の長い布でできてて、でこのブラウスとかペチコートは別で着てるんですけど、これも共布で作って、自分の、好きなデザインで作ってもらったブラウスに合わせてるんですけど、これ全部テイラーでみんな作ってもらうんですけどね、街にいっぱいテイラーがあって、でこのブラウスさえ合うものを手に入れれば、サリーはもうどんどんこういいサリーなんかは娘にあげたり孫にそういう風にこう使っていけるものもあるみたいです。普段着のやつはね消耗品やと思うんですけど、これはキラキラしてるのでパーティーとかそういう時に着るやつやと思うんですけど、冠婚葬祭とか。そのうちサリーの着方もアップしようかな。バスマティーライス、指で潰れるぐらい柔らかくなりました。それでお湯を切ります。蒸らしたら完成です。なんかターメリック一緒に入れたり、ギーがあったらギーをこう、かけてもよりインドっぽくなるかもしれません。今日はバスマティライス、インドのお米バスマティライスの炊き方でした。めっちゃ簡単。日本のおかずは日本のお米にやっぱり合うなと思うし、インドのカレーはやっぱりインドのこのさらっとした香りのいいバスマティライスが一番最高かなと思っています。